時間の司会進行を務めます STB アナウンサー、現在はどさんこワイド179でお絵描きですよを担当しています宮崎アイルです。どうぞよろしくお願いいたします。ここからの30分間はエア24スマイリーミュージック&ダンスと題しまして、笑顔を奏でるダウン症のエレクトーン奏者スマイリー大ちゃんこと福井大輝さんをお迎えしてお送りしてまいります。それでは早速お呼びしましょう。スマイリー大ちゃんです。大きな拍手をお送りください。今では演奏を聴く人の笑顔を奏でるパフォーマンスができるようになりました。なんとですね、楽譜をすべて暗記して、そして鍵盤を見ずにダイナミックに演奏するというスマイリー大ちゃんのダイナミックなパフォーマンスというのもこの時間お付き合いください。どうぞお楽しみください。では大ちゃんどうですか、ちょっと一言皆さんに、どうです、意気込みを。緊張してますね。やっぱり緊張しますか。はい、そうですか。でも今日はね、鍵盤もすごくキラキラで、もうこの目からもすごくね、元気がもらえるかと思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。大ちゃん準備はよろしいです。 OK です。お、ありがとうございます。では早速1曲目お聴きいただきましょう。1曲目は情熱大陸です。それではどうぞ。
ステージ上をダイナミックに歩いていただきまして、大ちゃんどうですか、実際に演奏してみると。楽しいですね。楽しいですか、よかったです。今日本当にたくさんのお客さんいらっしゃってますし、皆さんね、この演奏で1曲目から笑顔になっていただいてますから、この後も引き続き演奏を頑張っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ところなんですが、ここでですね、可愛い皆さんをご紹介させてください。続いての曲は可愛いキッズダンサーの皆さんとコラボステージをお送りします。それでは呼びますよ、劇団フルーツバスケットキッズダンサーの皆さんです。どうぞ。いいですよ、はい、改めまして劇団フルーツバスケットキッズダンサーの皆さんです。大きな拍手をお送りください。みんな元気いっぱい頑張れそうですか？はい。みんな元気いっぱい頑張れそうですか？はい。はい、ありがとうございます。たくさんのお客さんいるからちょっと緊張するかもしれないけど、笑顔で元気いっぱい踊ってください。よろしくお願いします。では2曲目、コラボステージで披露していただくのはジャンボリミッキーです。それではどうぞ。
いやもう本当にこのね若い力といいますか小さい子たちのこの元気な姿にパワーをもらいますけど、ちょっとお話聞いてみようかな。こんにちは。こんにちは。お名前教えてください。今野海里です。どうですか、みんなの前で歌ってみて、踊ってみてか、ごめんね、踊ってみてどうでした？楽しかったです。楽しかった。どんなところが楽しかったですか？拍手をもらえて楽しかった。やっぱり拍手は力になるよね。じゃあこの後もまだ1曲歌っていただ踊っていただきますから、元気いっぱい拍手してほしいね。はい、ありがとうございます。ちょっと他にも聞いていこうかな。こんにちは。こんにちは。踊ってみてどうでしたか？すごく緊張したけど楽しかったです。いつもはどういうところで踊ったりするの？いつもなんか練習したり。ね、固有名詞が出てきましたけど、エッグで踊ってると。今日お父さんお母さんも見に来てくれてるのかな？どこに？あ、エッグが行ってる。じゃあお母さんに一言どうぞ。いつも練習場を見せてありがとうございます。応援に来てくれたのでありがとうございました。ちょっと前で元気に踊ってくれた子にもお話聞いてみようかな。こんにちは。こんにちは。名前教えてください。深山すずほです。踊ってみてどうですか？間違えたけど楽しかった。どこ間違えちゃったの？さっきの曲ジャンボリミッキーで間違えちゃった。本当でも楽しいのが一番だからね。ありがとう。じゃあ最後にもう一人聞いてみようかな。こんにちは。急に緊張しちゃうけど、名前を教えてください。澤田天聖です。今日踊ってみてどうですか？みんなに見せられて嬉しいです。練習いっぱいしたんだもんね。その成果いっぱい出せた？はい。かわいい。でこの後ね、先ほども言いましたけど、もう一曲踊っていただきます。大ちゃんにもね、あと一曲お付き合いいただきますけど、どうですか、この演奏に合わせてお子さんが踊ってくれるっていうのは。とてもとても嬉しいですね。やっぱ可愛いですよね。はい、そうですよね。なんかね、私当初全員ステージ上で踊るのかななんて思ってたら、前の方にまで行ってね、踊るっていうのがまた可愛いですよね。皆さんいかがですか、お子さんのこの元気な姿というか踊りを見て。なんかすごくパワーをもらいますし、逆に、ね、私がこれくらいの年の時、きっとみんなの前で踊るっていうのはすごい恥ずかしかったと思うんですよね。でもすごい元気いっぱい踊ってくれました。やっほー。ありがとうございます。このあともう一曲はパプリカという曲を踊っていただきます。で今ステージ前にはお子さんもいらっしゃいますし、もしね踊り知ってるよなんていう方いらっしゃったら、一緒に真似しながら踊ってみてください。そしてここからのステージに関してはテレビの生中継も行います。北海道の全道の皆さんに大ちゃんの演奏、それからキッズダンサーの皆さんの元気な姿というのをお届けしてまいります。そこで先ほども皆さんにお願いをしたんですが、演奏している最中の手拍子、それから拍手などでどうぞたくさんしてください。一回拍手の練習してみますよ。皆さん拍手。もっと拍手。あ、いいですね。ありがとうございます。それくらいの拍手があると全道の皆さんもね、あ、すごいイオンって楽しいなって思いますし、お子さん、それからエレクトーン奏者の大ちゃんにもその元気パワーが伝わりますから、ぜひ皆さんその拍手忘れずにオンエアもよろしくお願いいたします。それでは続いての曲行っていただきましょう。大ちゃん準備は OK ですか？ありがとうございます。みんなもどう、準備は大丈夫かな？はい、はい、ありがとうございます。さあ曲の準備はまだ整わないですね。失礼しました。皆さんもうちょっとお待ちくださいね。しばらくはキッズダンサーの笑顔をお楽しみください。どうみんな笑顔して、笑顔で全力で手振ってみて。あ、かわいい。動画撮ってくれてる方もいますしね、写真撮ってくれてる人もいます。お父さんお母さん近くにいるかな？いたらね、そのカメラに向かって元気いっぱい手振ってみようか。お父さんお母さん元気にやってるよって。おじいちゃんおばあちゃん動画見てるかもしれませんから。はい、ありがとうございます。
かった。疲れた？大丈夫？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。今皆さんの横のモニターには北海道で放送されているモニターね、これオンエア映像が流れているかと思います。現在はこんな感じで放送が進んでいます。 STB ホールには今回 STB のバラエティ番組を担当しているオズワルドとトム・ブラウンの2組がいらっしゃいます。そして今回のメイン MC は西尾由紀アナウンサーです。私と一緒にね、ドサンコワイド179のお絵かきですよを担当している女性アナウンサーです。全国の24時間テレビの放送の中でちょっとずつこの北海道の放送というのを行っています。今これが本社前で行われているふれあい広場の映像です。さあ、それでは皆様お待たせいたしました。準備が整ったようです。最後の曲、元気いっぱい披露していただきましょう。それではパプリカです。どうぞ。
ちゃん、お付き合いいただきましたけど、最後まで弾いてみていかがでしたか？ちょっと緊張してます。あ、本当ですか？はい、でもこう多くの方が聞いてくださっていましたけど、その状況はいかがでしたか？とっても可愛いなって言葉です。あ、可愛かったですよね。いや、ありがとうございました。では皆さん、改めてになります。ここまで素晴らしい演奏を披露してくれました福井大樹さん、そして劇団フルーツバスケットキッズダンサーの皆さんでした。今一度大きな拍手をお送りください。皆さん、どうぞ。